こんばんは。いつか政治にも影響力がある陳情力のような日本版のようなアプリを作りたいと思っている沖縄人です。いろいろな問題に対して独自に調査し解説動画を上げていきたいですが、情報が多すぎてどれが正しいか分かりません。英語のサイトや外注機関でも買えません。おすすめの情報収集方法を教えていただけますか。チェンジオルグを使えばいいんじゃないですか。そのいろんな問題を独自に調査してっていうのって別にチェンジオルグはやってません。独自に調査をした人たちがチェンジオルグを使って僕たちはこういう調査をしました、だから署名をくださいとか、まあ、お金をくださいっていうのをやってるだけで、そういった投票を集めるサイトとあなたが調査をすることって全然違う話なんですよ。で、何が正しいかっていうのがわからないのであれば基本的には向いてません。最近でもワクチン、コロナワクチンを打つと、人が死んでくみたいなので、コロナワクチンを打つのは良くないんだって言って、文京区かなんかの病院に、4人ぐらいで、押し寄せた高齢者の方が、逮捕されたみたいな事件があるんですけど、大和Qっていう名前かな。で、結局世界中でもう多分、20億人ぐらいがコロナワクチン打ったと思うんですけど、そのコロナワクチン打った人が死ぬのであれば多分もっと死んでるんですよね。で、 WHO が最近言ったのが、コロナで死んだ人って結局全世界で150万人ぐらいかな。なので結局コロナで死んだ人150万人で、でワクチン打った人がその20億人ぐらいいると思うんですけど、20億人死にましたかっていうと、ワクチン打った人ピンピンしてるんですよ。で、ワクチン打ってない人は知らないと思うんですけど、日本ってワクチン接種率8割超えてるんですよね、確か。7割超えて8割も確か超えてたんですけど、そうすると日本人の8割死ぬはずなんですけど、ピンピンしてるじゃないですか。なので、何が正しいかって、目の前にその結果はありますよ。ワクチン打ったら死ぬって言って、ワクチン打ってる人いっぱいいますけど死んでないですよねって。ただ、それを見る気のない人っていうのがいるんですよ。なので、正しいかどうかっていうのを判断するっていうのがないのであれば、それは自分がわからないことを他人に伝えても他人も理解できないので、向いてないんじゃないかなと思います。